フォーミュラ2、フォーミュラ2、フォーミュラ2、回には自動車レースの一カテゴリー。FIA が定義するフォーミュラカーレースのうち、回1の直下に位置する。ヨーロッパカー2選手権がフォーミュラ3000、F3000 への移行により1984年に、廃止2009年より2012年まで FIAF2 選手権が行われたが、廃止2017年に、 GP2 から解明される形で、本選手権が復活した。会に規定は1948年に創設された。第二次世界大戦前に、ボワチュレット、フランス語で、小型車の意味と呼ばれたカテゴリーをベースに、当初は 2000cc 以下の自然吸気エンジン、もしくは 500cc 以下のスーパーチャージャー付きエンジンを使用することとされていた。とには、 会 1>, 1マシンが不足していたため、会2規定により世界選手権が行われた。この2年間はフェラーリが17戦中14勝という成績を収めた。1957年にはエンジン規定が 1500cc 以下のなエンジンとされ、フェラーリは有名な D の V6 エンジンを開発した。1961年には会1のエンジンが 1500cc にスケールダウン。 されたのに伴い、会議が一旦廃止された。1964年より 1000cc 以下のなエンジンで復活し、1966年には、ホンダエンジンを搭載したブラバムームが、開幕11連勝を成し遂げた。1967年からは、イニカテゴリーに対し、FIA が、ヨーロッパ選手権のシリーズタイトルを創設した。 エンジン規定は1967年から1971年までが1300から 1600cc 最大6気筒のなエンジン1972年以降は 2000cc 以下最大6気筒のなエンジンとしていたまた両半エンジンがベースになる要1975年まではエンジンの最低生産台数規定が存在したが1976年以降は 純レーシングエンジンの使用が認められるようになった。発足当時はドライバーの契約金が低かったため複数のカテゴリーを掛け持ちするのが一般的だった。ヨーロッパ界2選手権では高額のスターティングマネーが支払われていたことから現役界1ドライバーが数多く参戦した。ただし、界一でチャンピオン経験などの十分な実績を持ったドライバーは得点対象外の グレーデッドドライバーに指定され、イ1予備軍もしくは F1 キャリアの浅いドライバーたちがシリーズチャンピオンを争う形式とされた。若手選手がビッグネームを破ることで名を挙げ、飛躍のきっかけとするケースが多かった。しかし、1970年代中盤より、イ1グランプリの開催数が増加したことにより、イ1ドライバーの参戦は減少した。 一時は40代を超える参加台数があったものの、ヨーロッパ界に選手権は次第に衰退していく。1970年代初頭までは F3 界2界1というステップアップが一般的だったが、次第に F3 の若手有望株がいきなり界1に抜擢される例が増え、界2の存在意義が薄れてしまったことが大きい。界3は、 会一の前座として開催される例も多いが、会には、会一の前座としては、格が高く、それでいて、会一ほどの集客力は望めないため、ドライバーにとってもレース主催者にとっても会にという、カテゴリーは魅力に欠けるものになってしまった。また、1 9八十年に、ホンダが会にエンジン供給を再開したが、供給の対象はごく少数のチーム、ドライバーに限定されており、 ホンダエンジン搭載車ばかりが勝つという状況が生まれてしまった。1984年には、それまで長年にわたり高性能な回に用エンジンを安定供給していた BMW が同カテゴリーからの撤退を表明した。そういった要因が重なり、1984年限りでヨーロッパ回に選手権は廃止され、翌1985年より、 F3000 企画の新カテゴリー国際会3000選手権に移行した。最終的にヨーロッパ会2選手権のチャンピオン獲得者から会1チャンピオンは誕生しなかった。このジンクスは国際会3000選手権時代でも続くことになる。2008年6月25日にパリで開催された世界モータースポーツ評議会にて若手ドライバーの F1 へのステップアップを支援する。 カテゴリーとして、会議の名称復活が提唱され、発表された。会一直下シリーズとして、現在機能している GP によりも、大幅に安い、1台1シーズン20万ユーロで参戦、可能としている。2008年9月4日、元会一ドライバーのジョナサン・パーマーが経営する、モーター・スポーツ・ビジョンが、FIA が公募した入札に入札したと発表し、 2008年9月15日、FIA は、モータースポーツビジョンがプロモーターとしてシャーシー及び、エンジンを供給することが決定したことを発表した。シャーシーは、下位チームのウィリアムズの協力を得て設計され、エンジンは、アウディ1.8リットル自家4ターボエンジンが、採用される。また、同時に年間ランキング上位3名は、スーパーライセンスの発給額を得ることが発表された。 さらにシリーズチャンピオンには、ウィリアムズの F1 マシンをテストドライブする機会も与えられる。2009年3月2日に、会に用マシン、ウィリアムズ JPH01 が発表、その場でシェイクダウンされた。一部会に単独の開催もあるが、主に同じ FIA が所管する世界、ツーリングカー選手権のサポートレースとして、 開催されており、年間8から9イベント程度が行われていた。GP2 よりも低コストで参戦可能な回1へのステップアップカテゴリーとして設立された本シリーズだが、GP2 からは毎年数人のドライバーが F1 へステップアップしているのに対し、本シリーズから回1に昇格したドライバーはジョリオン・パーマーのみである。ヘンリー・サーティースの死亡事故や、 前述のステップアップ実績も相まってシリーズの評判は落下の一途をたどった。2012年12月6日、エントリー数の減少などを理由に2012年シーズンをもって FIAF2 選手権の終了が発表された。2017年にジュネーブで開催された世界モータースポーツ競技会にて GP2 が FIA フォーミュラ2選手権に解消されることが決定した。 これにより、階2が、再び FIA が定義する、フォーミュラカーレースのうち、階1の直下に位置するカテゴリーに復活することになり、またカートから階4、F3、階2、階1を頂点としたピラミッドが形成されることになる。マシンは初年度のみ、QGP2 で使用された GP2-11 が、継続使用されたが、2018年より、ダラーラ製の新車、 海に2018が導入される予定。エンジンが、メカクローム製の3.4リットル V6、シングルターボエンジンに変更されるほか、2018年から、海一でも導入されるコックピット保護システム、ヘイロが装着される。日本においては、1973年に全日本海、2 0選手権として、海に規定によるシリーズがスタート、1978年に、 会に規定が改定され、全日本会に選手権に解消された。ヨーロッパ会に選手権にもエンジンを供給していた BMW とホンダに加え、1985年よりヤマハが参戦して、エンジンメーカー3社による激しい争いが繰り広げられた。1984年にはこのシリーズを舞台にした映画、会にグランプリ、東宝作品が制作、公開された。 1980年代半ばには、日本でも限定供給のホンダエンジン搭載車ばかりが、かつ状況になり、観客のレースに対する関心が失われていた時期があった。1986年まで日本のトップカテゴリーとして開催されてきたが、ヨーロッパの動きに合わせて1987年により、全日本海産前選手権に移行した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。